こんにちは、ヨンギャンの中野です。今日はですね、大工の道具学ということで耳栓についてお話をしたいと思います。ミニマンさん、耳栓使いますか？多分ほぼ使わないと思うんですけど、で僕も実際使ってませんでした。今年から耳栓を常用すると、常につけるというふうに決めました。というのも、去年、一般の方と一緒に仕事する機会があったんですよ。でその時にもうなんか耳やばいっすね、音やばいっすねみたいな話になって、で実際に手伝ってくれてた女の子が本当に耳おかしくなって 2,3 日体調崩すみたいなこともあって、あれそんなにやばいのかなってちょっと思っていろいろ調べてみました。まあでも実際うすうすちょっと感じてる部分もあるじゃないですか。なんかこれちょっと難聴になりそうだなみたいな、これちょっと耳大丈夫かなみたいな思う時は多分皆さんあると思う、自覚はあると思うんですよ。で実際に調べてみるとかなりやばくて、その WHO が定めてる基準値みたいなのがあるんですね。でそれによると120dB が9秒以内で、110dB で28秒以内っていう風に書いてあるんですよ。それを超えると、難聴のリスクが高い、健康回復リスクが高いですっていうものなんですが、で実際に騒音計を使って測ってみました。でそれによるとですね、丸の子が 108dB で、マルチツールが 120dB で、インパクトがですね 110dB で、あと90のがんが 118dB なんですよ。だからほぼ 120dB、あれ一発1秒だとするじゃないですか。そしたら9発で基準値超えるんですよ。でインパクトも 110dB なので28秒ですよ。28秒あのガガガッと音を聞いたらもう基準値超えるんですよ。こんな1日持たないじゃないですか。その超えない日がない。でもう1日どころか半日持たないですよね。だから多分基準値の倍とか 2,3 倍の音を多分僕たちは常に聞いてると思います。それはやばいですよね。間違いなく難聴になっていくと。年配の大工さんって結構耳遠くなってる方多いと思うんですよ。でちょっと想像してみたんですけど、その今と昔だと今の方が騒音レベル高いと思うんですね。ということは今僕たちが70歳になった時にはもっと耳が悪くなってる可能性が高いし、まあもっと早くですね、耳が聞こえなくなる可能性が高いっていうことだと思うんですよ。だから何かしないといけない、耳栓をしないといけないっていうのはなんとなくわかるんだけど、でも実際につけられないじゃないですか。でそれはなぜかというと、音が聞こえなくなると困るからなんですよ。でそれはその現場でも頻繁にコミュニケーションがあるし、あとは危険察知っていう部分でも音が聞こえないっていうのは危ないですよね。まあ音を通して状況を把握してるっていう部分もありますし、だから聞こえなくなるのは困るんですよ。じゃあなんかいいのないかなと思って、その外部取り込み用モードのイヤホンって最近あるじゃないですか。ああいうのうまく使えないかなと思っていろいろ調べたんですけど、その、まあ、やっぱりバッテリーの問題がある。であとまあ高いっていうのもあるけど、まあ、バッテリーがまず持たなそうだっていうところと、あとはまあその外部取り込み用モードとその音を下げるっていうものがちょっと目的が違うなっていうところもあって、なんかちょっと違うんだよなっていう問題がありました。でまあ、そんな中いろいろ探していって見つけたのがこの D-BAT っていう耳栓です。でこれ本当素晴らしくて、まず見た目がまず可愛いんですけど、なんか耳栓とは思えないぐらい可愛くてかっこいいんですよ。耳栓って知らなかったんですけど、その大きく分けて2種類あるんですよ。その完全に無音を目指してるっていうものと、あとは綺麗に音を聞くための耳栓っていう2種類が大きく分けて2つあるんですね。でその無音を目指してるタイプ、今までその普通にあったこういうウレタンのスポンジのもの、なんかギュッて詰めて押し入れるようなものっていうのは基本的に無音を目指しているもので、でこれは音が歪むんですよ。それ何かというと、その高い音は防ぎやすいけど低い音って防ぎにくいんですよね。なので、今聞いてる音と耳栓を通して入ってくる音っていうのが音が歪むっていう、全然なんかこもった感じがするんですよね。だから人の声が聞きにくいしよく聞こえないみたいな、まあ音としてはなんかすごい違和感があるみたいな感じになるんですけど、このD-BAT とかっていうその綺麗に音を聞くためのイヤホンっていうのはボリュームを下げるっていうことを目的にしてるんですよ。なのでその入ってくる波形を崩さないで全体的にボリュームを下げましょうと。なので、まあ、本当にテレビのリモコン下げたような感じなんですよね。僕はこの D-BAT っていう商品がすごい気に入っていておすすめなんですけども、ただちょっと高いんですよね。1万円ちょっとするんですよ。で先輩にいやこれめちゃめちゃいいんですよって押したんですけど、高えよって言われて、で手頃なものということでこのポム栓というのも、見つけました。ということでですね、今日はですねこの D-BAT っていうものとポム栓っていうこの2つの耳栓をですね、ご紹介したいというふうに思っています。
この耳栓本当に普及させたいなってちょっと思って、だってやばいじゃないですか。ヘルメットとか安全帯はめちゃくちゃ言われるじゃないですか。耳のことは誰も言わないんですよ。でそれなぜかっていうと、あの責任取らなくていいからだと思うんですよね。そのいつどこでなったかってわからないじゃん。時間長期間をかけてどん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 耳を摩耗していく話なの で責任の所在が曖昧なんですよ。なので誰も何も言わないんですよ。でいちいち細かいこと言いたくないじゃないですか。まあだから誰も何も言ってくれないと。だから自分で自分の身を守らないといけないということでですね、まあぜひ耳栓をですね、検討していただきたいと。でまあ5000円も1万円も高いし、5000円もでも高いじゃないですか、耳栓って。でも将来必要になるであろう補聴器よりは安いですから、だからもうぜひですね検討していただきたいなと。で実際にどういう感じのものなのかというのをですね、ちょっとご紹介したいなというふうに思っております。まず先にこの D-BAT という商品を紹介したいと思います。でこれスウェーデンのメーカーの商品で、まあ、すごい見た目も可愛いんですよね。まあ北欧デザインで見た目も可愛いです。で、まあ、こういうシリコンケースに入っていて、まあ、こういうふうに出てくると。ここにマグネットが入っててカチッと一体化になるというのが特徴です。あってこうやって首にかけれるようにもなってるんですけど、まあ、僕は邪魔くさいんで使わないです。まあ、そのままこれを耳に入れてこういう感じですね。で使っています。で色が黒とこのダストピンクっていうのがあるんですけど、僕はこのピンクを使っています。最大の特徴はここのオープンクローズなんですよね。これが開いた状態という設定で、これが閉じた状態っていうのがあります。でこれがすごくて、この開いた状態ですよね。開いた状態だとマイナス12デシベル防いでくれて、この閉じた状態だとマイナス24デシベル防いでくれるんですよ。でこれが本当に素晴らしくて、その僕は常に開いた状態ですね、この開いた状態マイナス12デシベルで常につけていて、まあ、丸の子ぐらいだったらそのまま開いた状態でやるし、インパクトとかガンを使うときはすぐ閉じた状態にするっていう感じです。でこれのモード切り替えがすぐ簡単にできるんですよ。でこれがもうこのままつけたままこうやってオンとオフをこうやって切り替えれるっていうのがすごい便利で、耳栓していても綺麗に音が聞こえるんですけど、でもやっぱりさすがにマイナス24デシベルだと周りでいろんな道具とかで使ってると声が聞こえにくかったりするので、なのでいつも開いた状態にしていて、でまあそれだと全然コミュニケーション問題ないです。電話することもできます。これつけたまま電話してても別にまあ違和感はないというか、ちょっと声小さくなるぐらいで全然、問題はないかなっていう感じがします。開いた状態のいいところが、こういう耳栓ってつけると音がこもった感じするじゃないですか。それがないんですよ。だその空気が本当に入っていく感じなので、だこれで耳栓してる状態なんですけど、でこの状態だと本当に自分の喋ってる声もそんなに違和感もないし、本当にちょっと静かになるっていう感じでずっとつけてられるんですよ。だこのずっとつけてられるってめちゃめちゃ大事で、そのうるさい時だけ耳栓しようってやったら結局使わないんですよ。絶対つけないじゃないですか。あまりめんどくせえなってなってそのままつけないで終わっちゃうって感じになるので、このモードはめちゃくちゃ便利です。だこれ変にイヤホンだけつけて音出さないでイヤホンだけつけておくよりもちゃんと聞こえるんですよ。この開いてると閉じてるはもう使えばすぐ分かります。全然違います。あ本当に違うねって分かるんで、その切り替え甲斐があるというか、なんか本当にあこまめに切り替えようっていうふうに思える感じですね。であと付属されているのは、イヤーチップですね。そのイヤーチップってこの先端のこの部分が、シリコンはこの色で、ダストピンクはこのダストピンク色で用意されているんですよ。でこれもめちゃくちゃ種類あります。何個だっけ？めちゃくちゃこの中に入ってて、これぐらい入ってます。めちゃくちゃ入ってるんですけど、まあ、この中からいいサイズを選ぶって感じですね。あとフォームのやつもあります。フォームってクッションというか、こういうやつ。スポンジですよね。固めのスポンジのタイプもあります。あと、紐ですね。紐も、まあ、こうやってかける用のものも付属されていて、でこれかけた時にここで、まあ、ここでカチッってなるみたいなのがいいって感じなんですけど、まあ、僕はもう邪魔くさいんで、つけないです。あ、で、これ、つけてても本当に落ちる心配ないんですよ。落ちそうになったこともないし、落ちたこともないですね。こんだけきっちり入るんで、全然取れる心配はないですね。あとこのケースもすごい使い勝手いいですね。なんか、ちょっとチープかなと思ったんですけど、まあ、すぐしまえるし、
すぐ出せる。本当にポケットに入れててすぐポッて出してすぐしまえるんで、これすごい便利です。これでシリコンのケースすごいいいなって思います。これはめちゃくちゃいいんだけど、欠点は高いですね。値段ですね。1万円かって感じするじゃないですか。まあでも僕は全然いいかなっていうか、まあまあ見た目もいいしいいなと思って、まあ、これを気に入ってます。黒か迷いますけどね。いや俺もまあ目立たないからこっちってしたんですけど、僕身の回りのもの大体黒で統一するしてるので最近。いやだから黒も良かったかなってちょっと迷いましたけど、まあ、でも今はガストピンクにしてます。まあ、もしもこれなんかなくしたり調子悪かったらつい黒かなみたいな感じはしますけど、次にご紹介するのが、ポム線。これポム線ってよく言うらしいですよ。 POM 線っていうやつなんですね。でこれアズラというメーカーでイヤホンのメーカーなんですよ。でこっちの D バッドの方は耳栓っていうところからアプローチをしていて、例えば聴覚過敏であったりとかそういった方々にも適用できるようにちょっと医療的なアプローチが入っているという感じですね。でそれに対してこのアズラというのは音楽から来ていると、あくまでイヤホンからの来ているっていう感じの商品になっています。そうアズラと聞いてそのイヤホンすごい好きな人だと、あのセドナイヤーフィットのアズラスかみたいな、この先端のゴムの部分ですね、このイヤーチップがすごい人気のメーカーなんですよ。これやっぱさすがだなと思うのが、こういうケースに入ってくるんですけど、この中にですねイヤーチップが2種類入ってくるんですよ。でこれ MAX の方が医療用シリコン、サラサラしていて、まあ、痒くなりにくいという、これ AirPods とかでもすごい人気の商品なんですよ。まあ、これとあと、セドナイヤーチップのセラティックっていう商品 でこれがこう耳に入れた時に体温でその形にフィットするっていう、すごい吸い付くようなフィット感ってよく言われるやつなんですけど、まあ、っていうのも、ついてくると。でこれ5000円するって言ったんですけど、これイヤーピースだけでこれだけで2000円ぐらいするんですよ。だからこれ2000円で下手したらイヤーチップだけで4000円分の価値があるっていう、なんか多分逆にお得じゃないかっていう口コミもありましたね。セラティックスの方、まあ好みですけど、このペトペトする感じがあってゴミがつきやすいんですよね。だからなんかちょっと現場向きじゃねえかなっていう気はちょっとしますけど、こういうイヤーチップが、2種類ついてきて、あとこういうケースですねが入っています。あとこっちもですね、あの粒子ですよね、耳に後ろからつけてぶら下げるようなものもついてきます。これもどっちにしても僕これは使わないですね。これいいですよね。これをこのまま腰袋とかにつけておいてもいいと思うんですよ。で特徴はこれも2つモードの切り替えがあって、オープンとクローズがあります。丸がオープンで縦長がクローズになります。でこれ注意していただきたいのは、その D バッドの方はボリューム調整だったんですね。音の大きさを調整するものだったのに対して、これは音質ですね。エアフォール機能って言って、なんかその密閉感をちょっと減らすとか、あとは高音がより防げるとか、その高い細かいチッっていうノイズが、クローズの方がより入らなくなるとかっていう音質を調整するものなんですよ。なのでこれ僕の耳だとほぼわかんないです。本当に音楽好きで耳のいい方だったら多分この違いの音質がですねわかるのかなって気がしますけど、少なくともボリュームのコントロールじゃないっていうのだけは注意してください。だから全然ボリューム変わんねえじゃねえかって言ってクレームしないようにしてください。これは音質ですねを調整するためのオープンとクローズです。でまあつけてみてもまあ馴染みますし、ちょっとここの距離が出っ張るんでちょっと邪魔くさいっていうか、ちょっとなんか外れないかなって心配になりはしますけど、でも全然大丈夫だと思います。で音自体もすごい、やっぱりライブで綺麗に音楽を聴くために作られている商品なので、その声もちゃんと聞こえますし、音もすごいクリアです。であとですね、マイナス 35dB の騒音をカットするんですよ。でこっちはマイナス24だったので、ポム線の方が遮音性能は高いのかなというところです。でこれのいいところはやっぱり、まあ、コストが5000円ですから、まあ、半額ですからね、まあ、5000円でも高いだろうっていうふうに言われるかもしれないですけど、まあ、5000円でこのちゃんとしたケースにも入ってきて、このイヤーピースがこんなに2種類もついてくるっていう、お試しがこのセラティックスとシリコンを2つ楽しめるっていうことを考えると意外と安いんじゃないかっていうどうでしょうね、無理があるかな、わかんないけど、でも僕は結構そのもしもお手元にそのいや耳栓と別にイヤホンを持ってるんだったら、まあ、合う合わないありますけどね、このプラグの先端の形によって合う合わないありますけど、もしも合うんだったらそのこのイヤーピースも手に入るし耳栓も手に入る、
なんかそれが一番いいなと思います。あと注意はその音質ですよね。そのこのオープンクローズのところが音量ではなくてボリュームではなくて音質をコントロールするものだっていうところだけ注意してもらえればまあいいかなと思います。はい、まあ見た目もかっこいいですしおすすめです。ではですね、ちょっと重さの方もですね比較したいと思います。やっぱ長時間つけてると軽いっていうのはすごい重要だと思うんですよね。でまず僕が使ってるパワービーツですね、が 10.8g あります。トム線が 2.3g、D バットの方が 1.4g ですね。まだやっぱ耳栓は軽いっすよね。このパワービーツでもすげえ軽いなと思った覚えありますけど、やっぱりスピーカーもあるしバッテリーも積んでるんで、あと最近の AirPods Pro の第2世代ですか、第3世代なのかな今ね。で、あれもなんかスペック上見たらめちゃくちゃ軽かったんですよね。すげえ軽いなと思いますけど、でもやっぱりこの2つの商品っていうのはバッテリーも積んでないしスピーカーも積んでない。で、だからそのすごい軽いんですよ。で、しかもバッテリー切れの心配がないんですよね。で、やっぱりパワービーツ使ってても1日持たないじゃないですか。8時間ずっとつけてるのって難しいなってなると、でも仕事で使うとしたら8時間、最低でも8時間バッテリー持ってくれないと使い物にならないじゃないですか。だからそういう意味でもこの耳栓ですね。だから意外と僕も最初ノイズキャンセルとかその外部取り込み用モードとかってそういうBluetooth イヤホンっていうアプローチですごい探したんですけど、実は正解はやっぱりこの耳栓ですよね。このバッテリーがいらないっていうのはすごい大事ですね。軽いっていうのもつけてても違和感がないし、すごい手軽に使えるのですごくいいなと思います。で、もうこれどっちがいいかもう本当に好みだと思います。で、僕は D バットが好きです。理由はもう見た目のデザインと、あとはまあクローズとオープンですよね。ボリュームを常に変えれるっていうのはやっぱり大きいですね。アズラも音はすごい綺麗に聞こえるし、あとはやっぱ値段が安いっていうのはすごいいいポイントだと思います。で、ただマイナス36デシベルなので、うるさい環境で話をするっていうところだとちょっと聞こえにくいっていう部分があると思います。現場で他の作業音とかしてる中で会話をするとなるとちょっと厳しいかなと。でもまあすぐ外せるので、まあ、すぐ外して会話してまたすぐ戻してっていう感じだったら全然いいかなと思います。今日はですね、耳栓の方をご紹介させていきました。で、この D バッドとこのフォーム栓ですね、の方、まあ、ちょっと高いかなと思われるとは思うんですけども、もう聴力はもうお金では買えませんから、ぜひですね、これ多分家族の方に、いや、なんか耳栓買おうと思うんだよ、みたいな話したら、絶対家族の人は、いや、いいじゃん、買えないよって言ってくれると思います。さあ、お小遣いじゃなくて、これ多分、買ってくれると思いますよ。Facebook でこの耳栓いいんですよっていう記事を書いたら、私の主人がその建築業をしていて、すごい耳がとか心配だったから、プレゼントで買ってあげたいと思いますっていうコメントが入ってて、わあ、なんかめっちゃいい話だなと思いましたけど、多分そのご家族の方の方が多分気にしてるっていうか心配してると思うんですよ。だからいい耳栓買うことに対して、多分家族の方は多分反対しないと思うし、いいって言ってくれると思います。なんかこういうことを言うとなんか、うちの嫁はそんな風に俺のことを言ってくれないみたいなこととか言う方いるんですけど、なんか大体職人の嫁はみんなツンデレなのかみたいな、なんかそういうとこありますよね。いや、逆ですかね、その職人さんはツンデレが好きなのかみたいな。なんか話聞いてると、奥さんツンデレっすねみたいな。なんか大体奥さんツンデレが、ツンデレ率高くないですかね、職人さんの。はい。うちの奥さんツンデレじゃない。別に普通だと思うんですけど。はい。ということで。まあだから家族も多分賛成してくれると思います。だから本当に皆さん心配してくれると思うんですよ。なのでぜひ。だから逆にご家族の方で耳栓プレゼントしてあげても喜ぶと思う。喜ぶかな?まあでもちゃんと喜ぶというかちゃんとつけなさいって言っては買ってあげてもいいと思います。まあこういう耳栓以外にも僕こういうのも使ってます。作業場で仕事するときとか、あと手つけるときさらにめちゃくちゃうるさいときあるんですよ。だそういうときはもうさらに耳栓をして、もうこれをつけると。こういう感じです。でこのタイプのいいのが、これって普通上から来るのが多いんですよ。上から来ると帽子とか被ってると干渉して邪魔くさいんですよね。でもこれ、後ろから行けるんですよ。この後ろから行くタイプのイヤーマフもすごい便利っていう、はい、感じです。あと、D バットに関しては僕はすごい感動して、これぜひ紹介させてくださいってメール送ったら、逆にインタビューを受けて、僕の記事がホームページに出てます。なのでそちらももしよかったら、見ていただければと思います。あ、そう。別に、案件という形でお金を直接いただいたりとか、商品のご提供をいただいているっていうわけではありません。ですが、
そのアフィリエイトのプログラムには参加しているので、掲載しているリンクからですね、買い物していただければ、ちょっとだけ僕のお小遣いになりますので、ぜひリンクを踏んでいただければと思います。はい。ということで、耳栓の方をご紹介させていただきました。で、他にもですね、いくつか、その、綺麗に音が聞こえる耳栓っていうのは、いくつかありますので、そちらの方のリンクも貼っておきます。で、ただなんか見た目が、この2つが良かったっていうのと、この2つにしたんですけど、なんかその、見た目も大事ですよね。その、耳栓だから何でもいいっていうのじゃなくて、なんかこの、いや、いいね、その耳栓かっこいいね、みたいな。なんかそんな感じの風になってもいいなというふうに思っています。だからもう、もはや耳栓は身につけるアクセサリーみたいな。もうそれぐらいになったらいいなというふうに思っております。ということで、今日は耳栓のお話でした。どうもありがとうございました。まず条件としては、僕の手から耳までの距離が70センチだったので、まあ大体それぐらいの場所に木を置いてあります。で、あと数字は最大値で取りたいと思います。